マルンガから大きく振って春山ケリン、挨拶代わりのスリーポイント、春山ケリン。そしてこの後のボールデッドでオフィシャルタイムアウトですね。マルンガヌート春山ケリン。インサイドスミス、逆サイドから晴山、はい、これはうまい合わせになりました。そうですね、佐々木さん、ここですね。ボールは決まりません。入り替えの速さが特徴、名古屋晴山ケビンのスリーポイント。2点リード、今度は右から晴山ケビン、はい、韓国メーカーが、はい、ジュニア、ジュニテスマブンガに来ると思います。マブンガ来ると、マブンガ来た、マブンガ来た、そしてパスだ、晴山スリー、はい、そうですよね。いいタイムアウトとなりました。そしてここでラベナが走っている。晴山よく戻った。一桁得点差まで追い上げてきます。アクセンバース狙っていきました。ゴールした晴山ケビン、ジョンソンへ戻してスリーポイント、晴山ケビン。今は富山の時間ということになっています。阿部、ね、前空いている、晴山ケビン2本連続、メーターのシュートは落ちました。晴山からジョンソン、晴山任せてもスリーポイント、晴山ケビン。ドライブで行って外に出す晴山、スリーポイントはどうだ、これは大きい、晴山ケビン。晴山ケビンスリーで打ってくれ、こちらも決まります。スリーの応酬で36対43。晴山、スリーポイントシュートも決まった。そしてファウルがもらった。渋谷も70点見えてきています。スミス2人、晴山スリーポイントで打ってくれ、決まりました。代わって入った上沢です。スミスにはホーキンソンがついています。フェイダウェイ、晴山が決めました。いいですね。他の選手には打たせてもいいけれども、森川には打たせたくないというのが富山の守りだったんですが、ここは森川打ってます。しかしもうすぐに取り返して、晴山ちょっとの駆け引きしながら、あそこまでできるシューターってなかなかいないですね。フリーになっている晴山ケビン。マルンガここからも打てますが、前にはローレンス、中に入って晴山スリーポイント決めてきた。マブンガパス選択、晴山どうもいいタッチだ。ラモスにはその山口、マブンガにミラー、外に出して晴山のスリーはどうか、来た、やってきましたね。昨日からいいところでね、晴山選手ボールノーマークでもらってね、点差を広げたい富山、晴山のスリーが来た。これは大きいですね、大きなスリー。